織田信長と黒田官兵衛は、戦国時代から江戸時代初期にかけての日本の歴史に大きな影響を与えた人物です。織田信長は、尾張の国、現在の愛知県の戦国大名で、天下統一を目指して全国各地で戦いました。黒田官兵衛は、播磨の国、現在の兵庫県の姫路城主で、織田信長や豊臣秀吉の軍師として活躍しました。二人の関係について詳しく見ていきましょう。織田信長と黒田官兵衛は、最初は敵対関係にありました。1569年、織田信長は足利義昭を将軍に擁立して上洛し、天下に名を轟かせました。その後、信長は播磨の国を平定するために木下秀吉、後の豊臣秀吉を派遣しました。この時、黒田官兵衛は小寺政元という戦国大名の家臣であり、姫路城主でした。官兵衛はわずかな兵力で織田軍を何度も撃退し、奮戦しましたが、最終的には小寺氏も織田氏に降伏しました。織田信長は、1569年に足利義昭を将軍に擁立して上洛した後、毛利元就や石山本願寺などの反対勢力と対立しました。信長は、中国地方の制圧を目指して、木下秀吉を播磨の国に派遣しました。秀吉は、西播磨の上月城や福原城などを攻略し、播磨のほとんどを織田氏の支配下に置きました。しかし、東播磨の別所氏は、織田氏に従うことを拒否しました。別所氏は、赤松氏の一族であり、東播磨一帯に影響力を持っていました。別所氏の当主、別所長春は、毛利元就と同盟を結び、三木城に籠城しました。三木城は、播磨平野の中央に位置し、堅固な城郭でした。別所氏は、周辺の黒人衆や浄土真宗の門徒などを味方につけて、約7500人の兵力を集めました。黒田官兵衛は、小寺政元という戦国大名の家臣であり、姫路城主でした。官兵衛は、小寺氏が織田氏に降伏した後も、姫路城代として秀吉に仕えました。官兵衛は、秀吉の参謀として活躍しましたが、最初は別所氏と敵対する立場でした。官兵衛は、1569年から1573年までの間に、別所氏や毛利氏などの攻撃を何度も撃退しました。特に有名な戦いは、1577年5月に起こった栄賀合戦です。この戦いでは、毛利氏が水軍を率いて栄賀に上陸しましたが、官兵衛は500人の兵で奇襲攻撃を仕掛けて5000人の敵軍をどけました。しかし1578年から1580年までの間に、官兵衛は別所氏と和睦しました。官兵衛は、信長や秀吉の才能を高く評価しており、天下統一に協力したいと考えていました。官兵衛は1575年に信長に謁見してその知略を認められて名刀は厚切長谷部を授かりました。また1577年には長男、庄寿丸、後の黒田長政を人質として信長のもとへ送りました。官兵衛は別所氏とも親交を深めていきました。官兵衛は別所氏の家臣、三宅春忠と親しくなりました。三宅春忠は1578年に別所長春が三木城に籠城した際にも同行しましたが、その後秀吉と和睦するよう説得しました。1580年1月17日に三木城が降伏した際には、官兵衛は別所氏の人質となりましたが、その後も別所氏との友好関係を維持しました。官兵衛は、1575年、天正3年の秋に、主君の小寺政元に織田信長への臣従を進言しました。官兵衛は信長の才能を高く評価しており、天下統一に協力したいと考えていました。しかし、小寺政元は毛利元就との同盟を重んじており、信長に降伏することを拒否しました。そこで官兵衛は、小寺政元の許可を得て、自ら信長に面会することにしました。官兵衛は、羽柴秀吉の取り次ぎで信長に謁見する機会を得ました。信長は官兵衛の名前を聞いて驚きました。なぜなら、官兵衛は播磨の国で織田軍と戦って何度も勝利を収めた名将として知られていたからです。信長は官兵衛に対して、お前はなぜ我が軍に振らないのかと問いました。官兵衛は、私は小寺政元の家臣であり、主君の命令に従って戦ってきました。
しかし、私は信長公の天下統一の志に感服しております。もし主君が許してくだされば、私は信長公に仕えたいと思っておりますと答えました。信長は官兵衛の忠義と才略を認めて感心しました。そして、お前は小寺政元の家臣である以上、我が軍に降ることはできないだろう。しかし、お前の気持ちは分かった。今日はこの刀を与えようと言って、自分が所持していた名刀へしきり長谷部を官兵衛に授けました。へしきり長谷部は、南北朝時代に作られたとされる日本刀で、国宝に指定されています。この刀は、信長が自分へ無礼を働いた茶坊主、館内を成敗した時に使ったという逸話があります。その際館内が台所へ逃げて禅棚の下に隠れたのを棚ごと押し切り刀、身を押し当てて切ること、にして斬殺したことからへしきりという異名が付けられたと言われています。官兵衛は、へしきり長谷部を受け取って大変喜びました。しかし、私はまだ主君の許可を得ておりません。この刀を受け取ることができるかどうかわかりませんと言って返上しようとしました。しかし信長は、それは心配するな。小寺政元もやがて我が軍に降るだろう。その時になれば、お前も自由になるだろうと言って、へしきり長谷部を官兵衛に渡しました。官兵衛は、へしきり長谷部を受け取って帰りました。その後、小寺政元は1580年、天正8年に信長に降伏しました。官兵衛は秀吉の参謀として活躍するようになり、天下統一に貢献しました。官兵衛はへしきり長谷部を大切にして、息子の長政にも受け継がせました。黒田家ではへしきり長谷部を長宝として代々伝えてきました。1582年、本能寺の変で織田信長が明智光秀によって暗殺されると、黒田官兵衛は豊臣秀吉が天下人になるチャンスだと考えました。官兵衛は秀吉を上洛させるために奇策を用いて明智光秀を討ち果たしました。その後も官兵衛は秀吉が天下統一するまで支え続け、1587年には豊前中津、現在の大分県中津市を与えられました。しかし徐々に秀吉と官兵衛の関係は悪化していきました。秀吉は官兵衛の野心や才能を恐れるようになり、冷遇したり嫌がらせしたりしました。秀吉が死んだ後は徳川家康が天下を握る可能性も考えた官兵衛は、関ヶ原の戦いでは息子、長政を東軍に味方させつつも、自分は九州を制圧しようと戦いました。豊臣秀吉と徳川家康が対立する原因となった小田原征伐では、官兵衛は秀吉の命令に背いて北条氏直の降伏を受け入れました。これにより官兵衛は家康との関係を築き、後に助けられることになりました。関ヶ原の戦いでの長政の活躍が認められ、黒田家は筑前国、福岡へ移りました。1604年、官兵衛は59歳で亡くなりました。熱心なキリスト教信者であったので、葬儀は宣教師の見守る中、キリスト教式で行われましたが、キリスト教に否定的な江戸幕府の手前、仏式でも行われました。織田信長と黒田官兵衛は、敵から味方になり、天下統一に貢献した歴史上の名コンビです。また、二人がゆかりの地となった福岡県では、黒田官兵衛ゆかりの地という特集があります。